今ゆっくり走ってたんですが、タイヤがキルってしました、ね、まあまあ危ないんですね。通るとみんな一斉です、ね、雨止んでよかったですよね。これね、止まなかったらちょっと国際通りの人通りが大変になったり、居酒屋さんとかね、キャッチの人もなかなか、なんていうかな、商売上がったりになっちゃいますからね。そういう意味ではちょっと良かったのかな。そうだ、私国際通りはなんだっけ、テスト的にドライブレコーダーをなんとかなんとか言ってたの忘れてました。一応ドライブレコーダーは作動しているので、夜の国際通りを通りながらドライブレコーダーのテストということで走っておりますっていうことにしておきますか。国際通りを走ったドライブレコーダー、これをどんな感じなのか後でチェックをするためにテストしています。 1080p フル HD で撮影となっています。で WDR ということで、ね、撮影をしております。その他のものは夜なんていうかな、夜用、昼用と夜用が変更できるんですけども、夜用ということで今撮影をしております。でこの撮影している内容はね、まあ、音声もそうなんですけれども、映像をまた改めて動画として出そうかなと思っています。昼バージョンはもう出したかな、多分ね。出したので、それを夜バージョンということで、次はドラレコテスト動画みたいな感じでね、出そうかなとは思っております。今現在はドライブレコーダーのテストで行ってまして、音声もドラレコの音声を使っております。編集せずそのまま流そうかなと思っております。で窓を少し開けているので外の音もねちょっと入っているかなという感じにはなっています。今ここは松尾でございます。大丈夫かな、いけそうですね、いけますね。雨は止んだので、なんかどういう感じにね、光ったりしてるのか、どうなのかという感じでね。でここの右側の方にですね、ステーキハウス、ステーキダイニング88、ステーキダイニングの88があるんですけれども、この間、ここにね、ICA28069 と行こうとしたんですが、なんと貸し切りになっててですね、行けなかったというね感じでございました。なので別のお店の方でお食事会をしてきたという感じです。この信号を左に行くとボールドーナツパークがありますね。ボールドーナツパークがあります。あと結構好きなラーメン屋さん交流があったりしますね。でこのボールドーナツパークで、まあ、昼間だったかな行ったんですけれども、なんか会員カードみたいのを作ったんですが、そこはね会員カードを店のレジの横の方の箱に入れておけることができるんですが、そこに入れてあって、新三マニア TV でちょっとね登録させていただきました。なんかポイントが貯まると何かがサービスになるのかね、何になるのかちょっとちゃんと見なかったんですが、とりあえず。なかなか行く機会はないんですが、行った時に買おうかなとは思っております。
とはこのドラレコのテストどこまでやればいいのかな。まあいいか、そのままちょっとしばらくということでやってみますかね。10分ループ録画になってるので、この国際通りの今走ってるところをロックかければ多分いいのかなという感じだと思うので、この前の車はこれタクシーなのかな、代行なのかな、なんだろう。国際通りの、あの、なんていうんですかね、そういう、なんていうんですか、あの、琉球民謡、沖縄民謡とかね、なんか沖縄料理が食べられるというなんかちょっと高そうなイメージの居酒屋みたいな、お店みたいな、入ったことないんで、どんなですかね、美味しいですかね、入った方いますかね。こういうね、あの、国際通り沿いにあるお店、なかなか入らないので、そこがどういうお店なのかよく分かっていないんですが、少し気になりますね。またパトカーがいたから気になりますね。また何か言われるんじゃないかみたいなね。もうやめてほしいですよ。音楽が変わっちゃった。今日言わなかったんですが、あのちゃんと今日もガーリックステーキの香りがしたんですよね、途中でね。あー、いい匂いだなーって。今日28日なんで、おそらくですが家にはケンタッキーのチキンがあると思います。鶏の日ってケンタ安いんですよね。で、28日なのでおそらくですがケンタッキーのチキンがあると私は思っています。どうかな。毎月28日はかなりの確率でね、夕飯がケンタッキーという、そういう感じなんですよね。まあ夕飯だったり昼ご飯だったりするんですけど、おそらくお家に行くとケンタッキーがあるんじゃないかなと私は思ってますけど、今日の夕飯はケンタッキーだと思います。その口でね行ってお家帰って違ったらちょっとおって思っちゃうので、まあかもねというぐらいにしておきます。ということで、もうすぐ国際通りが終了ということになります。あさとの方まで来ました。雨が本当にチラチラと、本当にポツポツなので、こういうチラチラの降り方はね、オートフォーカスにしているこのカメラファイライブにとってはかなり厳しいんですよね。雨にピントが合いやすいのでワイパーを止められないというね、ちょっと残念な感じにはなると思うんですが、よいしょ、ユイレールが走ってましたね。